you. そのお家で飼われているナミウズラって自然孵化をしないって言われてたんですね。だけどナツさんは一度ママを経験している、ちょっとね珍しい子なんですよ。でまあさすがにもう次はないかなって思ってたら、またね抱え始めてしまったという。でこの小屋は暖取ったりね、暗いところを自分で好んで入れるようにと思って、この冬の時期とか特にね寒いから設置してるんだけど、はい、ちょっとね甘く見てたよね、彼女の母性本能。ただね、彼女が抱いてるの無精卵なので帰ることはないんだよね。あ、死にてますね。どうしようか。今いるね、ザ・ナミウズラっていう模様の子たちはみんなこの子が返した子なんですけど、当時ね、なんだろう、まあ、抱えてる風だぞみたいな、あーかわいい、かわいすぎるよ、ナチュさん、何見せないでってこと、ごめん、かわいすぎる、やばい、やばい、かわいすぎる、どうしよう、やばい、今のもうスクショタイムでしょ絶対。なにそんなファンサできるの、あなたモテるよ、かわいい、なーに、あーにー、かわいい、もう2歳とは思えないこの幼顔。前回はその有精卵をね、ちょっとお取り寄せて試しにと思って、今ね抱えてるこの無精卵と交換したらまさかの孵化成功っていう流れだったので、今回も1個か2個ぐらい有精卵入れてあげるかどうかね、ちょっと悩みどころなんだよね。ただその彼女の中の本能として、その命をつなぎたいっていう本能がねあるとね人間ながらに思っていますので、そこをも尊重したいなと思いつつ、ちょっと、考えたいなと思います。キャッチコダコでしないよ、手前の少々入れて入れて、上手だね、出てるよ出てます、抱えきれないねなんでちょっと個数減らそっか、あら、じゃあ出ちゃった、入れて頭大丈夫すごい立派なママさんだね。多分彼女の中の温められる卵の許容量が6個ぐらいなのかなとは思っているんですね。無理させない程度に、かつ彼女の意思というか本能というか尊重した選択をね取りたいなと思いますね。どうしようね、なつさんね、以上、我が家のお母さんうずらが再び放卵を始めたというニュースでした。希望の朝です。あ、やばい。帰りました。